HMV オンラインをご覧の皆様、こんにちは。チャランポランタンです。の、にちはこがももさんで、ボーカルのももと、こっちが小春さんです。アコイディオンの小春です。はい。チャランポランタン知らない人もね、ぜひ今回のフルアルバムってやつは買っていただかないとまずいぞっていう、そういう内容になってるんですけれども、まあ、人生の壁にぶつかったっていう人は、ぜひ買っていただけたらなと思います。そんなね、あのね、人生の壁にぶつかっているよっていう、そういうのをね、楽しくね、あの15曲にまとめさせていただきましたんで、まあそんなあの40分ぐらいしかありませんけれども、まあチャランポランタン知らなくてもね、人生にぶつかってる人は何人かいらっしゃるだろうと、そういう人たちのためにあの OL だけどどうにかなっちゃったっていう曲とかね、あとおっぱいは偉大だっていう曲がね、結構私たち的には好きなんですけど、おっぱい好きだねっていう曲だね、うん、あと、まあ、ミキちゃんのパパは浮気者っていうね、そういう曲とか、あと、カレーは美味しいっていうね、すげえ当たり前のオーソドックスなね、あのスタンダードもありますね。あとは、まあ、あの結構、こう、シャンソンっぽいような感じのね、のど飴舐めようっていうね、そういうね、喉が枯れちゃったっていう、そういう曲もあるんですけども、まあ、あの、代表的なのは、ヤッホ死んじゃったで。ヤッホ死んじゃったっていう曲がね、ミュージックビデオでも流れますんで、もしよかったら、みんなでレッツ死んじゃったっていう ね、サビをね、ぜひ歌っていただけたら、ちょっと内容は違うんですけども、ね、ちょっとでも気になった方がいました、はい、チャランポランタンは興味ないけど、ヤッホ死んじゃったっていう曲、一度手に取って聞いてみてください、はい、ありがとうございます。チャランポランタンでした。